数年を通してこの千本浜は来てるんですけど、ここから片浜までずっと富士の海岸まであると思うんですけど、全部できるので顔はどこでも見れるようなフィールドではあると思うので、渚って駐車場からやっぱり距離がどこもあるかと思います。両手に荷物を持って結構歩いていくのはやっぱり大変なので、背中に今回このショエルバッグを背負ってロッドケースを持ちクーラーボックスを持って長考に行かせていただいてるんですけども、すごく重宝させていただいてます。今回のドライバッグのその中にハードバッカーの36センチが入ると思うんですけども、その中に雪団子のまあベースとなるまず巻き餌とかを手に入れさせていただいてるんですけども、手に持たなくていいで、ショエルで、あのベルト部分もすごく大きくなってるので肩にも負担もかからず、で背中も意外とすごくもう背もたれの部分をすごくフィットするので、すごく長距離とかを渚とかを歩いてても全然苦にはならないです。防水性能がすごく高いなというのは僕も実感してます。特にこういう渚の釣り場ですと満潮時とかっていうのは地面が濡れてます。まあ、干潮時になって乾いたりするんですけども、また潮が満潮時に近づいてくるとその部分が濡れたりっていうケースで、やっぱりこういうちゃんとした防水加工がされているドライバッグっていうのがすごく重宝してます。釣れるまでの時間が意外と堤防とかに比べると早いんですね。サーフの特性なんですけども、やっぱり水深が浅いで、その浅いところに入ってくるクロダイっていうのは餌を求めて活性の高い状態でその浅場に入ってくるので、積極的に巻き餌を取ってくれたり付け餌を取ってくれたりする、そういうようなシチュエーションが多くなるので、やっぱり渚釣りの方がレスポンスから見ても釣りは早くできるかと思います。コロナ禍のコロナとかもあって密にならないっていうのもやっぱりあったので、解放されてる場所っていうのは渚って結構解放されてるケースが多くて、その名残でこう渚に行くケースが多くなったっていうところがあります。すごく密の可能性が渚はあると思います。ちょっと半日空いたからプラッと行ってみようかって時にドライバッグを取ってパパッと来ると手軽に釣りもできていいんじゃないかなと思います。